タマちゃんのソウルフードっていうのがあるんです、はい、ソウルフードが3つある、うん、3つ、うん、それが何かっていうと銀チョコ、全部パンなんですけど、うん、銀チョコっていうね、はい、パンがあるんです、うん、これなんで銀チョコっていうかっていうと、包み紙、うん、包み紙じゃねえな、包装紙でもね、ビニール袋が銀紙みたいなやつなんですよね、はい、銀色のコーティングされた袋に入ってる、ちょっと高級っぽいような感じがするんですよね、子供心に、わかる？子供心に。で中身は何のことね、パンにチョコレートが塗ってる、で中にホイップクリームが入ってる菓子パンなんですけど、それねなかなか買えなかったんですよ、やっぱ高くて。あ、そうなんだ、はい、高いんだ。高い、もう子供時代にはね、子供の頃ですよ。それでやたら美味しかった思い出があったんですよ、うん、なかなか食べれない。そう、なかなか食べれないし、だいたい子供ってほらチョコレート好きやん。チョコレートだったら、だって裏見たらチョコレートコーチングって書いてるよ、うんうん、チョコレートコーチングってあなた何コーチングみたいなコーチング、コーティングじゃない、コーティングじゃないの、チョコレートコーチングって書いてる。なんだそれ。だからそういうな、そういう時代の食べ物なんでしょ多分ね。まあ、今食べたらもうパンがカスカスなんですよ。でチョコレートはもうね、もう本当にコラみたいなチョコレートで、ホイップクリームは何これみたいなやつなんですけど、ソウルフードだからもうしょうがないんですよね、あったら食べてしまうみたいな。一時期すごく買ってたよね。そうそう、もう一時期なんかノスタルジーに浸ってたんですよ、うん、でその銀チョコを時々やっぱり時々食べたくなるんですよ、うん、だけどもうヌテラパンに塗って食べたら、うん、もう銀チョコいらねえわみたいな、うん、銀チョコより美味しいよ、銀チョコより美味しいわこっちの方がみたいなねこっちの方がはるかに美味しいわみたいな、こっちでいいわみたいな話になって銀チョコは終わりました、たまちゃん、はい、終わり、終了、多分終了、ソウルフード一つ終了、うん、まだあと二つあるから焼きリンゴっていうのと、あと三角揚げパンっていうね、この三角揚げパンだけは誰にも共感してもらえない、うん、ね、食べた人が何これみたいなねこんな油ギトギトの何これみたいな、もたれる、もたれる、もたれる、もうでもさ、揚げパンって言ったら俺あのイメージしかないよ。子供の頃から揚げパンってあれって思ってるから。私揚げパンはロバのパンの、そのロバのパンがよくわからない。あ、そうなの、うん、何ロバのパン、ロバのパンって移動販売でロバが引いていくの。いや、あ、昔引いてたのかな、いや、そんなことないよね。あ、そうなの、歌を流しながら。全国、大分だけじゃないの。違うと思う。あ、そうなの、全国かどうかは。ロバのパン、ロバのパンに、ロバのパンに、ああ、ねじった揚げパンがあるから、ねじりパン、ねじりパン、うん、を揚げてんの。そうそうそう。で、中身何が入ってるの。中身なし。はっ、だからドーナツのふかふかドーナツ、うん、そう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 、それ美味しい、それ美味しかった。え、甘いの。あ、そうそう、あー、なるほどね、なら美味しいかもね、うん、揚げて砂糖まぶして。あー、なるほどね、へー、揚げパンって言ったらそれ。いやいや、俺揚げパンって言ったらもう三角揚げパンなんだよ。ほんでリクエスト給食っちゅうのもあるんですよ、はい、はい、ほんで、今日は何々中学校からのリクエストですみたいな、へー、中学校単位で、中学校単位のリクエストが出せる、うん、で、まあ、その当時、まあ、大体日向市って、うん、まあ、どっか 1,2 校悪なんですよ、持ち、ま、悪が持ち回りみたいな感じでね、はい、うん、その頃悪だった中学校のヤンキーたちが給食に揚げパンを出せって要望出そうぜみたいな話になって、リクエスト給食でもないの、揚げパンを出せみたいな。出せ、うん、なんで給食は揚げパンを出さないんだみたいなね。で、そういうめんどくさい運動を始めたの、うん、そしたらそれが日向市の全部の学校に飛び火したんですよ、はい、揚げパンを出してくださいみたいな、うん、給食センター、
だからもうそんなのが山ほど給食センターに来て、もう面倒くさくなったんでしょうね、給食センターも。もう揚げパンを出すっていうことになって、またヤンキーたちがウェーとか喜んでるんですよ。で俺てっきり揚げパンって三角揚げパンだと思ってるから、俺もやったーとか言ってるんですよ。俺揚げパン大好きでさーって、子供の頃から大好きなんだよお前って、完全に俺の頭の中の揚げパンと奴らの頭の中にある揚げパンは完全に別物なんですよ。だけどそんなあなたが想像してる揚げパンって何とかいう、そういう会話ないから、揚げパンで盛り上がってるから、やっただーみたいな、俺は揚げパン大好きだなみたいな、一番盛り上がってる。別にあのリクエスト出してもないのに。そしたらその当日、揚げパンが来たんですよ。私ね、目を疑いましたよ。コッペパンを油で揚げてるんですよ。でも、普通、まあこれを聞いてる皆さんもそうなんですけど、普通揚げパンってそれなんで、コッペパンみたいなのを揚げて、なんか砂糖かなんかまぶして、それが揚げパンなのね、そうだよね、給食の揚げパンってそんなのだよね。いや、給食に揚げパンなんか出たことなかったからさ、ないから、だから当初があったんだよ、揚げパンを出せ、給食の揚げパン出てたよ、子供の頃。ないない、そんなのない、だってさ、大変なんだよ、パン揚げるって、めっちゃ手間じゃん、給食センターでパン作らないんだから、パンは業者さんが作ってくれんやから、それわざわざ揚げないかんね、はい、めっちゃ大変やん、でリクエスト給食みたいになってて、揚げパンと牛乳とちょっとおかずがちょっとあるだけ。そしたらそのヤンキーたちが喜んでるんですよ、はい、俺らの要望が通ったみたいな。俺すでに目が点になってるんですよ、これ何これこれ何これ何の冗談これっつって、先生これ揚げパンっすよとか、何言ってんお前バカちゃうみたいな、揚げパンはお前形が違うだろ、お前三角だよ、揚げパンは中にあんこが詰まってんだよお前って、ドラちょっと貸してみろっつって、何にも入ってねえじゃねえかこれって、ちょっといただきますの前にちょっと味見させろ、なんだこのパンはみたいな、こんなもん食えるかみたいな、いただきますの前にちょっともう頭に来てるんですよ、もう考えてた欲してた揚げパンと違うから切れた、切れたんです、軽く切れてるんです、軽く切れるともう手がつけられなくなるんですよ、児玉ひろしは。だからもう誰も何も言わなくなるんです、子供たちも、あ、やばい児玉先生やばい、やばいモードに入ってる、いただきますの前に食べてる、でも誰も何も言えねえみたいな、で一人で勝手に怒ってる、なんでなんでみたいな、やばいやばいって、ここは一つみんなで行儀よくしておかねばいけないみたいなね。せっかくの揚げパン盛り上がりムードが、ほんでもうこっちもカリカリ来てるんですよ。おい誰だこの揚げパン、お前リクエストしたやつお前出てこいとか言って、お誰だお前、うちのクラスでリクエストしたやつ誰だとか言って、みんなもう水を打たやにシーン、さっきまでやった揚げパンだとかみんなでは騒いでたのに、いきなりなんか水を打たれシーン、誰もやってませんで俺がお前だろうがっつったら、違います違います、やってません、揚げパンなんてやってませんよ、お前さっきまでなんか拳突き上げてね、やったとか言ってたじゃねえかお前っつって、違います違います、あれノリです、ノリ、子供先生がなんか喜んでるから俺もやろうと思ってって、俺じゃないんですとか、みんなイケシャーシャーと嘘ついていくんですよ、俺じゃねえです俺じゃねえって聞いて、一人ずつ聞いてったら、俺のクラス一人もリクエストしてないんですよ。嘘つけって。一人もリクエストしてねえことねえだろ、お前。お前こんな大事な時に嘘つくんか、俺にとか言って。嘘ついてません、先生って。俺は先生が揚げパンが好きって言うから、俺も盛り上がろうって思ってただけで、別に俺揚げパン好き、こんな揚げパン好きじゃないっす、先生とか言って。こんな揚げパン全然美味しくないっす先生とか言って、かわいそすぎる。もう子供たちが必死に俺をなだめる。え、何もうこれ美味しくねえだろこれっつって、全然美味しくないっすよ先生っつって、こんなのを頼む、まあ、その丸々中ね、
こんなの頼む丸々中バカじゃないですかつって、ほんと頭きますよね先生とか言ってすぐ5、6人俺の周りに来て、ほんと頭きますよね先生とか言って、ほんと頭くるよなあいつら、勝ち込み行くかおいとか言ってちょそれは勘弁してもらえませんかね先生とか、みんなおつやみたいにあげばシーン、誰一人おいしいねとか言わない、なんかもそ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 って揚げパン食べて牛乳飲んでちょこちょこってお菓子食べてはぁみたいな、かわいそうすぎる。そしてもう二度と揚げパンは給食に出てこなかった。あ、そうなの。二度と出てこなかった多分そこから回ったんだと思います。やばいって、児玉博士を怒らせたらやばい、もううちの学校は揚げパンは禁止、いい思い出が全然ないんです揚げパンに。どうでもいい、どっちが子供なん、どうでもいい話なんですけど、そうそうそう、とにかくパンなんかどうでもいい上に、うん、俺が好きだった揚げパンじゃないってことでダブルで腹が立ってるんですよしかも揚げパンとちょこっとしたおかずと牛乳だけなんですよその結局揚げパンに手間がかかってるから、はいはい、一品2円ですよ、一品少ねえんですよ、もう分かりますかね、余計腹が立つんですよ、こんな無駄なことやってるからお前おかずが一品足りねえじゃねえかみたいな、ふざけやがってこの野郎とか言ってだからもううちのクラスの子たち揚げパンはトラウマになってると思います、揚げパンはもういらない、揚げパンって言うと静かにもそ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 って食べなきゃいけない、いやもうねあれはいかんわ、揚げパンちゅうたらあなた三角揚げパンですよ、で中にあんこが詰まってるんですよ、でもギトギトの油で揚げてるんですよ、でもその揚げパン絞ったら油がちょぼぼぼって出てくるぐらいなんかギトギトなんですよ、一口食べたらもう出てくるあの豊がさうち来た時にそんなに美味しいんだったら僕も食べますとか言って、そうそうそう、一口食べてあいつうげってたからねあの男がうげって言ったの俺初めて聞いたからそれまでさ俺が食べるものは全部食べるとか豪語してたのやつは豪語してたので俺が大盛り頼んだらやつも大盛り頼んでたんですよ、いつも同じメニューをつって三角揚げパン僕も食べますとか言ってわざわざ三角揚げパンと焼きリンゴと銀チョコを買ってで俺一番好きなのは三角揚げパンなんだよとか言ってこれがあったら俺何もいらねえわっていただきますとか言ってうまいとか言ったら例えば僕も食べます三角揚げパンから食べますとか言ってもしゃって食べてうげっつったからね聞き逃さんかったからねうげって何みたいないやいやタマちゃんあ気がついたら僕もうお腹いっぱいでしたもうお腹いっぱいなの忘れてましたとか言ってひまりくんいりませんかとか言ってであなたがじゃあちょっともらうわっつってなにこれいらないとか言っていらないじゃねえよっつってその揚げパンを全部私が食べましたこれ九州にしか売ってないのかな分かんないや多分ローカルだと思いますよだってそれ池田パンっていう会社が作ってる池田パンだって九州でしょ全国じゃないよねだって陵侑パンも全国じゃないよね池田パンっていうねパン屋さんがパン屋さんっていうかパン会社ね、はいが作ってる、はい、三角揚げパン時々死ぬほど食べたくなるんですよあれなぜかわからないけど普段はいらないんですけど時々なんかこう極度に疲れてる時とかなんかこう精神状態がなんか波打ってる時とかあんな時にそうなんかやたらなんか食べたら落ち着くんですよわかりますかね食べたら落ち着くなぜかよくわからないそれあの自傷行為なんじゃないいや自傷成分何も入ってないからそれそんなみんなあなたの体に優しい成分でできてるからあれ油と砂糖三大トリオや、ね
俺の味方3つの味方に命令だよ。いやー三角揚げパン共感できない。でもこれね七夕チャレンジとか言って三角揚げパンって揚げてもさ、うん、何それ売ってないで終わるじゃん、はいはい、でもヌテラはさ、うん、ワールドワイドレベルだからさあれ、あ、そうだね、あれ全世界で売ってるからさ、うん、でそもそもなんであれが食べたかった。あのね、うん、何かでたまたまインターネットで出てきたんですよ、ヌテラって、はい、で変な名前やなと思って、なんなんヌテラってなんなんみたいな、うん、そしたらヌテラ中毒とかいう単語が出てきたね、うん、なんだそんな怪しい成分入ってんのこれ、うん、でヌテラ中毒って調べたらもうヌテラを一度食べたらもうヌテラ地獄から抜け出れない、ヌテラ地獄、ヌテラ地獄、ヌテラを食べないと落ち着かないみたいな、ヌテラを食べないと禁断症状が出るみたいな、イタリア人の半数以上なんかヌテラ中毒らしいよ。え？本当にそうなの？本当に。もうパンにはヌテラって決まってるらしいよ。そう。もう本当に。ヌテラヌテラ。ヌテラヌテラやかましいわ。何度も言うな。何がヌテラヌテラやね。あいつヌテラヌテラ。返せこの空白を。そのつもりで言ったんですけど。リフレインしてみたんだよ今。ちょっと返せこの空白。放送事故レベルじゃねえか今の空白。揚げパン食わせるぞいい加減しないと。寝てる時に口の中揚げパンズも差し込むぞもう。揚げパン。今日なんか揚げパンでいい感じやね。いや晩ご飯揚げパン。いらないです。あ、いらない。そうですか。まあね、でもそのヌテラね、まあたくさんの玉紙がね、ヌテラ買いましたとかね、買わなくていいのに、何買ってるんだよみたいな、別にしなくていいんだよ俺だけでって、ね、多分みんなヌテラ中毒になったんじゃないかなと思います。ね、気になってたとかね。そうそう、まああなたも完全ヌテラ中毒にはまりましたからね。私？あ、私。そんなことない。いやいやいや、1センチ厚で塗るな。完全にもう中毒ってるじゃねえかも。いや、そんなことない。いや、塗ってるから。塗ってない。やかましいわ。やかましいわ。めんどくさいな、もうほんと。まあでもね、うん、その投稿を見そびれた人でね、ヌテラって何みたいな。またヌテラ中毒者を増やしてしまった、ここで。ヌテラって何みたいな。しかしね、うん、あれはいかんわ。そのヌテラ、うん、ね、結構歴史が古いらしいんですよ。1960年代から売ってるんだって。で、うん、最初、うん、売れないじゃん、はい、どんな味かわからんから、うん、しかも名前もおかしいし、うん、何ヌテラって。それはあのイタリア語だったんですよ。あ、イタリア語だったらわかるもん。おかしくない。おかしくない。わからんよそれ。まあでもね、うん、それキャンペーンをするんですよヌテラ。あのね、スーパーに子供が食パン1枚持ってくと、うん、ヌテラを無料で塗ってくれるっちゅうね。そんなキャンペーンを展開して、うん、子供たちが全員中毒にハマったんです、はいはい、全員ヌテラ中毒だ。思うつぼ、そしてヌテラが爆発的に売れた。で今その子供たちが大人になり、うん、じいちゃんばあちゃんになり、うん、もう全国民ヌテラと。へー、ヌテラ制圧。そうなんだ。すごいキャンペーンよねそれね。いや最初その、うん、イメージはものすごい甘いチョコレートみたいなイメージだった、ね、あなた食べる前に。はい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 、うん、でもあなた最初はいらないとか言ってたよね。そんなん買わないし食べないとか言って、うん、でもこれフェレロよっつったらフェレロとかいう話なんで、え、あのチョコレートのフェレロ、ちょっと食べてみようみたいな感じであなた食べたんですよね。そうかな、うん、最初だからそういうなんかネガティブなイメージがなんかもう、あ、そう、だからもうすごい甘いものだろうっていうイメージだったけど、そんなに甘、まあ甘いんだけど、甘いけどそんななんかギトギトした甘さじゃないよね、うん、しかもなんかチョコレート感がちゃんとあるよね。チョコレート感が銀チョコよりもはるかにあるよね。チョコレート感が。そうなんか、しかも結構絶妙よねあれね。もう私甘すぎるのはちょっと好きじゃないから、うん、見事にハマってやろうな。程よい甘さね。
かも冷蔵庫にねしまおうとしたらね、さゆりんが冷蔵庫しまっちゃダメよって、硬くなるからっつって、常温で置いとかなきゃダメよっつって、あ、そうなんだ、ありがとうって。やたら塗りやすいですよね。それまでさ、あのカチンコチンのバターをさ、もうあの四苦八苦しながら塗ってたのがなんかね、嘘みたいな、どこまでも伸びますせみたいな。でもあなたは伸ばさずにこってりつけとったんですよ。本当にあれはね、もうあのせこさには参ったですわ。せこくない、わざわざ隠れて塗るなやし。薄く塗る方がせこいじゃない。やかましいわ。俺は明太子一腹も食べられない、もう超庶民なんだよこっちはよ。ヌテラをこんもり塗るな。ヌテラ薄く塗れ、すぐなくなるから。ヌテラこんもり塗り禁止。あれあなたの場合塗ってるんじゃない、あれは持ってるんやからね、あれね。いや持ってるから、お前写真撮るレベルやんだあれ。しかも隠れて俺に見えない四角のところにここって持ってる。ヘリが早いなと思ったんよ、だいたい。おかしいな、俺ちゃんと薄く塗ってんのに、なんでこんなにヘリが早いんだろうと思って。あれ薄く塗るもんだって。え？薄く塗るもんだ。俺は庶民だから薄く塗るんだよ。まあ皆さんね、どういう風に食べてもいいんですってのは、厚く塗ろうが薄く塗ろうが全然ね、タマちゃんは庶民だから薄く塗ってるだけで、タマちゃんもね庶民から脱却してね、ひばり塗りやるかもしれませんよ、ひばり塗り、ね、まあそんな話はどうでもいいんですよ、ね、私のあの暗い過去がまた一つ明らかに、タマちゃんの前で揚げパンを食べてはいけない。まあでもね、皆さんのソウルフードって何ですか？ソウルフード、あなたのソウルフードって何なの？ソウルフードは卵ご飯、うん、卵ご飯、うん、多分なんでソウルフード卵ご飯、子供の頃から大好きだったから、卵ご飯と卵焼き、卵が好きな、卵が子供の頃大好きだった。今も大好き、今も好きだけどね、うん、だってあなたその卵を、卵が好きすぎて鶏飼おうってなってるんですからね。鶏飼って、まあね、そ別にその鶏を食べるんじゃなくて卵が欲しいっていうね。だって鶏とか飼ってたらさ、情が移ってさ、食べるとかできなくて死んだらなんか埋葬しそうやもんね、二人で。お墓とか行ってさ、ほんで泣きながらさ、かわいそうにみたいな。完全ペットじゃねえかみたいな。そうよね、卵料理が好き。卵料理好きな、うん、でもすき焼きダメよね。ダメやったよね。今大好きやけどさ、甘いのがちょっと苦手、ね、上品な甘さがいいよね。そう、俺もだって甘いのとかはあんまり苦手だよ、激甘とか。昔からその甘いお菓子とか食べなかった。甘いお菓子、チョコレートは、チョコレートは良かった。なんでやねん、甘いじゃん。チョコレートは美味しかった、ね、甘いじゃん。でもお饅頭とか、ああいうあんこ系とか、きな粉とか、はい、それこそドーナツとか、はいはいはい、そういうのはもう、卵ご飯の何が魅力なの？何が魅力？何が魅力なの？俺さっき三角揚げパンの魅力語ったよ、熱く。ふわとろなところかな。ふわとろ、うん、あなたの卵ご飯別にふわとろじゃないじゃないですか。ふわとろですよ。カタカタやん。そんなことない。卵の量が足りねえじゃん。それはいやいや、そんなことない。あなたのは多いだけ。卵ご飯ってさ、卵3つかけだろ、どう考えても。いやいや、それでザブザブ食べるのがやっぱ俺理由ですよ。あのザブザブがいいんですよ。そうか、サブサブが好きなんですよ。お醤油たっぷりかけるんじゃなくて、うん、はい、その卵ご飯を海苔で巻いて食べるとか。ああ、卵ご飯に、あなた卵ご飯に海苔とか納豆とか大好きよね。塩昆布とか、はい、なんかそういう、俺そういう混ぜ系がまずなんかこう邪道って思うよね。そう、混ぜるの別々に食べてくれよって。
そのパンに、パンにくるみ入れるとかさ、あの卵ご飯に納豆投入するとかさ、あんま俺そんなのしないんよ。なんかあるんやろね、やっぱね、なんかしそんなのしない、全然しないよ。いろんな味があった方がいいじゃん。ん？いろんな味があった方がいい。卵ご飯は卵ご飯で完結したい。なんかよくわからん。もう趣味思考の問題やからさ、もう何がいい何が悪いとか全然ないよそんなの。はい、ね、ソウルフード卵ご飯。リーズナブルな女やの。うん。そうですよ。じゃあ何？卵ご飯食べ行こうぜみたいな。彼女。卵ご飯食べに行こうぜみたいな、そんな感じ。よく TKG とかね。ああ、そうそう、 TKG か。そう、 TKG の卵かけご飯ね、うん、何か TKG じゃボケみたいな、ね、ふざけんなみたいな。卵かけ美味しいよね。ああ、美味しいんですよ。卵かけって言ったらもうガンちゃん思い出すんでね、いつももう2人で卵かけご飯いつも食べてたからさ。うん、もね、皆さんのソウルフード何ですかね。卵ご飯食べるとあなた元気になるんでしょ。元気になる。ソウルフードってエネルギーを上げる食べ物なんですよ。だからそれを食べるとエネルギーが爆上がりするんです。でもそれをソウルフードって言うんや。違う、違う。なんかこう教習を、だからもうエネルギー爆上がりするじゃん。え、爆上がり。あなたふるさとに帰るとか教習とかいうのは全部エネルギー爆上がりなんよ。え、ふるさとに帰ってあなた意気消沈してる人なんか見たことある？いや、みんな子供に帰ったみたいにはしゃぎ回るやん。しみじみといいなと思う。ああ、うん、いやいや、ソウルフードっていうのはエネルギー上げる食べ物なんですよ。いや、もっと言えば、うん、なんつったかな、エネルギー上げるっていうよりも、元に戻る、うん、元に戻る、元に戻る、うん、エネルギーが元に戻る、うん、そういう食べ物、それがソウルフード。あのエネルギーが、エネルギーって気ね、気が元に戻るって書いて元気って言うんですよね。だから元気になるんですよ、はい、元気になるっていうのはなんかパワーが宿ったじゃなくて元に戻ってるんです、うん、本来のエネルギーに戻ってる、うん、はい、もともとみんなエネルギーに満ち溢れた存在、うん、それをいらんところで使ったりダダ漏れしたりして、うん、気がなくなる、うん、で最終的に気を病む、うん、あれ気がなくなるから、うん、病気って気がなくなる状態やから、エネルギーがなくなった状態やから病気、うん、で病気が治って元に戻ると元気、元気になる、元の気に戻るからね、うん、ソウルフードって元気にする、人を元気にしてくれる食べ物なんです、うん、エネルギー爆上がりするんですよ。だいたいソウルフードって、うん、あの何て言ったらいいかな、こう上機嫌の時に食べるもんじゃないんですよ。そうかもね。いやあた今日もう上機嫌だぜ、卵かけご飯一丁とか言うのはないんですよ。ないない、あんまりない。朝から最高だぜ、三角揚げパン一丁みたいなのないんですよあんまり。まあ、何かに疲れ果てた時とか行き詰まった時とか、はい、なんか元気が欲しい時、力が欲しい時に思わず手が出る、うん、無意識のうちに元の木に戻ろうとするんですね。だからこれ食べると元気になるよっていうのがソウルフード、うん、そうやって考えるとソウルフードって結構いっぱいあるんですよね、うん、まあでもソウルフードっていうのはやっぱ特別な、うん、特別な意味合いですよ。やっぱこれぞですよ ね、好きな食べ物とソウルフード違うからね、うん、俺別に三角揚げパンが大好きっていうわけじゃないからね。そう、だって今の俺が食べたら、うん、そりゃあなた、あの銀チョコも焼きリンゴも三角揚げパンも
どっちかっつったら残念な味やわ。そうだよね。うん、どっちかっつったら残念な味やわ、うん、だけど関係ないのよそんなの、うん、とにかく何か食べて元気になりたい。だから子供の頃それを食べて元気になった、もうそれを、うん、そうそうそう、そう多分ね嬉しかったね食べてね、うん、うん、子供の頃は、うん、こんな美味しいものが世の中にあるんだっていう連続やからさ、うん、でしょ。だって社会人になって初めてなんか自分のお金でさ、うん、なんか食べ物屋にちょっとこう居酒屋とかに行く、うん、ほんなら出てくるも出てくるもみんな美味しいみたいな、うん、何これみたいな、はい、でそのうちに汚れてくる汚れてくるね、やっぱりここイメージでねーとかねちょっとこのコスパがコスパがみたいな、汚れてんですよもう魂が汚れきってんですよ。汚れきっちゃダメ、ね、いつまでも素直なこう感動、美味しいねこれって何回食べても美味しいね、銀チョコありがとう、もう間違っても三角揚げパン食べてウゲとかいう人間になったらダメ、もう絶対ダメ、そんなのもうダメ絶対、もうほんとポスター作らないといけない。本当よ。というか三角揚げパン食べてる時のポスターも写真撮っても作りたいわ。うげって言ってる顔をさ、二度といらないって昔やがったから、ね。二度といらないってなんだおい。私ももうご挨拶やのおい。私ももう勧められても、もう二度と食べない。二度と食べないってどういうことだよ。喧嘩売るにも程があるだろうがみたいなね。いやいや正しいです。まあいいっすね。あ、皆さんのソウルフードなんかそれ聞くのもなんか面白そうやな。ソウルフード何って別に食べたいと思ってるんじゃないですよ、皆さんのソウルフード持ってこないでくださいね。ね、大概残念な味がすると思いますね、ソウルフードは。大概タマちゃんのソウルフード食べたいと思わないようにしてくださいね。食べたらもうダメ絶対みたいになるから、何これみたいなことになるね。ソウルフードってそんなもんね。その人に元気を与える食べ物、ね、ということで、ね、皆さんも落ちた時にはソウルフード食べて元の気に戻りましょう、ね、今日の回いかがでしたか、テーマソウルフード。何とも言えない。何も言えねえ。北島康介か。本当にもう何もかっこよくねえわ。まあね、そういうひばりくんいいんです、すべて OK、ね、なんで OK かって言ったらね、田植えが終わったからです、すべて OK、ね、もう今日は楽しむぞ、田植えが終わったんじゃみたいなね、はい、ということで、たまちゃんとひばりくんは今から素敵な夜を過ごします、ね、マクドナルドかお好み焼きかっていうね、いやだ。素敵じゃねえ、今目の前に看板が見えたわ。なんでわざわざこんなマクドナルド行かねえかんねん、こんな4、50分もかけて、おかしいわそんな、まあ、朝マックだけで十分じゃんもう。まあなんかね、こう道すがらなんか気に入ったじゃない、気になった、ね、お店があったらそこに入って食べてみようと思います、ね、新しい味にチャレンジ、全然チャレンジしない2人やからね、はい、超保守派。これぞ超保守派、ね、はい、ということで、皆さんも素敵な一日をお過ごしください、はい、次の配信までお楽しみに。それでは皆さんごきげんよう、さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。